アラ・ゲオル・ゲーブ・ナ・ソレンコワは、ソビート連邦及び、ロシアのコロラ・トゥーラ・ソプラのミレロボ生まれ、ポドリスクで、幼少期を過ごし、そこで、ピオネールの家の音楽クラブに通い、その後、ポドリスク音楽学校でバイオリンを学ぶ。モスクワ音楽院で、レオニーダ・バラノフスカヤに声楽を指示し、1954年に、卒業。 1945年から1956年に彼女はモセストラーダのソリストを務めた。1955年にワルシャウで開催された世界青年学生祭典のコンペティションで1位を獲得。1956年から1958年までボリショイ劇場のソリスト。1958年からはモスクワ国立アカデミーフィルハーモニーのソリストとなった。 オペラの役割の中には、雪娘、マルタ、ジェルダなどがあった。1958年以来、彼女は、モスクワフィルハーモニー管弦楽団のソリストであり、1961年から1962年のシーズンに、スカラザで訓練を受けた。歌のレパートリーには、オペラアリア、ロマンス、叙情的なポップ、ロシア民謡が含まれ、コンサートでは、クリーグ、マイアベア、 ベッカーリン、マスネ、トースト、ラフマニノフ、ニコライチェリプニン、ドボルザーク、ルジツキ、ムラデリ、スビリドフ、バルラモフの作品が取り上げられた。死後は、モスクワ近くのラキツキ墓地に埋葬された。ありがとうございます。